朝っていうのは朝からジャカルタなんで、今回いっぱい持ってこうと思ってます。結構今回は電化製品やコスプレやフィギュアをいっぱい持ってこうと思って、香港のラスに直接行くんで、もらいました。やったね。やったね、彼もらっていいじゃん。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。もっとちゃんとこがないと。今は今日は娘の発表会、ダンスの発表会なんですけど、ここが。買ってなければ家か店舗用にすごいかっこいい。15分だけ銭湯に入りました。銭湯桜湯15分3時半からやってたんで、いやすっごい汗かくの。これタオルは無料でなぜか貸していただいて、これからまだうちの娘が出るまで多分30分あるんで、ちょっとだけ内緒でいっぱいやっちゃおうかと思ってます。もうちょっと見せてよ。頭が見えない。Oh.